上桜城は、徳島県吉野川、市川東町桑村にあった、日本の城、徳島県指定史跡。吉野川沿いの徳島平野地帯と四国三目役の、北側、標高142メートルの先山に築かれた山城、旧大江群あり、川島城から南へ約1キロメートルに位置し、篠原長房の居城であった。城は東西に独立した新城と、 古城から二つの城から構成されている。城山には大きな桜林があったので、城名を植桜と呼ばれたようである。南北朝双乱の初期、この地域の土豪、河村小城なる人物が、平地進出の拠点として、上桜山に取り出を築いたという伝承が残るが、詳しいことは不明である。戦国末期には、上桜城は、大見国安郡篠原京より下って、 三好氏に仕えた篠原氏の末裔、篠原長房の居城となった。篠原長房は、三好長警の実定である、三好十九に仕え、その死後は、伊治三好長時と、東郷有穂及び阿波細川氏の細川正幸を補佐し、阿波、佐抜きの軍勢を率いて、各地を転戦し、機内の三好政権を支えた。しかし元気四年六月、三吉長治東郷有保、 細川正幸が、長房討伐の兵を挙げ、上桜城を攻めた。同年7月16日、老城継続が困難となった篠原勢は、早朝、東郷有穂の本陣である大日寺に突入した。篠原長房の長男、篠原長重は薙刀を振りかざし、東郷有穂がいる本陣に、西門から迫ったが、背後から、郝在市の家臣、上松死休に打ち取られた。 長草も奮闘したが、敵陣の中で最後を遂げ、上桜城は落城した。長草の死後、上桜城は廃され、長草討伐で功績を挙げた、川島これただが、川島城を築城した。上桜城と周辺地域の空中写真、国土交通省国土画像情報をもとに作成。この城は、新城と古城と呼ばれる2カ所の遺構からなっている。東側の遺構古城は、 尾根城の小特起に気づかれ、徳島県下の中世上郭によく見られる市名人に無理、なく築城されている。一方、西の以降、新城は南方から北に向かっている尾根に無理に築城されており、南と北を防御するように築かれており、古城の弱点を保管する防御のために後に新たに築城されたと考えられている。山陸には館があったと思われるが、現在は跡形もなく、 ババヤ敷という地名の実が残っている。古城は、東西のクルワとそれに付随する帯クルワからなる。古城へのルートとしては、蝶図鉢から浅い掘り切りから帯クルワを通って、古こ,こから下側車、ルワ、西の丸に行き、折れ曲がるようにして上部車、ルワ、本丸に達するように作られている。西の丸からは、川島町、吉野川が見え、徳島平野が一望できる。上桜城は県城であるが、 本丸の南側に浅い井戸が2つあるだけで、水の手には恵まれていなかった。西の丸からの長房新城は、南の尾根と西の枝尾根を重点的に守るために、築かれ、古城と比べて、直線的な部分が多く彫りも、深く作りが新しい。図節中世上郭時点によると、元気4年に、長房が急増したものと考えられる年、未完にして落城した可能性を示唆している。 新城の矢倉台の内側には幅5メートル、深さ3メートルの空堀が掘られている。地形的な不利な位置に築城したのは、東にある谷の水源を確保し、古城の西一帯を有利にするためと考えられている。実際このような機能が有効に活用できるのかは、不明である。新城は1974年の道路工事のため、大きく破壊されてしまった。上桜城の石氷。 ありがとうございます。